彩り鮮やかはいやってまいりましたえー 河原河原職人のヒーローにインタビューの時間がやってまいりました。えー、この放送は株式会社シュレフホームがお送りしております。えー、本日は、えー、アドグリーンコート、えー、画期的な遮熱遮熱塗料を、えー、販売している N.C.K 販売の、えー、加藤剛さんをお招きして、えー、放送いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。ではえっ、ー、とーまあ今遮熱塗料の えと言ってしまったんですけれども、えっと、加藤さん、えっと何の仕事をしているか、えー、簡単に説明していただいてもよろしいでしょうか、はい、そうしましたら、まあ、改めてということもありますが、自己紹介の方を簡単にさせていただいて、はいえー、会社の製品の説明みたいなところで、はいければな、はい、と。 はい、沖縄の皆さん、えー、こんばんは。は、え、じ、ー、めまして、えー、私あの NCK 販売株式会社、えー、営業の、えー、加藤剛と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの主に、えー、アドグリーンコートという遮熱塗料を、えー、発売をしております。はい。まあ、この遮熱塗料ってまあ何っていう方、あのまだ沖縄の方にもいらっしゃるのかなと思いますけれども。えー ま本当にあの夏とかですね、暑い時期にその建物の屋根とか壁とかえそういったあの建材自体が暑くなってしまって建物の中に熱が入り、もうあの蒸し風呂みたいなえ状態をま緩和するべくえ塗装でそれを防げないかなというところで開発されたものがま遮熱塗料ということになります。それをメインでえ発売をさせていただいております、はい。ありがとうございます。 ではあのー、この仕事との、えー、と出会いというか、えーまあ、いつ頃からとか、そういったこの仕事の出会いをちょっと聞かせていただきたいんですけども仕事の出会いというと、ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、あの会社というか、製品自体は、えーまあ、できてから14年ぐらいが経、えー、つような製品なんですけども。 えーまあ、私自身は、えー、8年前とかぐらいから、えー、この会社にお世話になってましてもともとはですね、あのー、全く違う、えー、仕事をちょっと転々としてたりとかもあったんですけども、はい、まあ会社に入った理由を、まあ一言で言えと言われたら、あのー、どうしてももう一回仕事をしたいあの方が、えー、この会社をやっていきたいと。 このアドグリーンコートという製品を、えー、売っていきたいんだというふうな、えー、お誘いがあったものですからその時勤めていた会社を、えー、退職いたしまして NCK 販売という会社でス熱塗料を売っているという僕もこのアドグリーンコートというス熱塗料に出会ってあのものすごく画期的な。 遮、あのー、熱をしてくれる塗料でもありますし、あのー、25%ぐらいですかね、あのーえー、光熱費の削減できているところがあるという実績があったと思うんですけど結局この塗料を、えっとまあ、沖縄とか全国に、あのー、広めることで 光、ね、熱費を全体,を全体の光熱費を落とすことであのそれこそあの原発は本当にいりませんよとかってそういう話にもつながっていくんじゃないかなっていうのでものすごくす、ね、あの僕の中ではやっぱ環境問題とか、うん、あのずっとこの10年ぐらい気にしていることではあるのであのまあ シュレホームの社長の西島があの加藤さんと出会ってあの一緒に仕事させてもらうことになったんですけどものすごく大きな夢というかあの、ね、実現したいというかあのどんどん広めていってあの全国の,あの光熱費を下げてあの、ね、環境にも配慮して油性塗料ではないですし水性塗料っていうことであのちょっとものすごく期待とあの。 胸を膨らませております。よろしししくお願いします、はい、お願願いいいいまますすはた、い、ということで、あのー、アドグリーンコートの説明、少しあったと思うんですけど、あのー、おそらくじゃあ、遮熱塗料と断熱塗料って何が違うのとか、あのー、いろんな、あのー、視聴者の方、わからないこと多いと思うので、えっと、アドグリーンコートの、えっと、説明を少ししていただきたいんですけども。はい、えー 簡単に説明をさせていただきますとあの決してあの難しい製品でもないんですね割と、はい、あの構造としては非常にシンプルで、まあ、世の中遮熱塗料と名のつくもの遮、まあ、熱断熱塗料みたいな言い方をされたりとか、はいう、えー、塗料は。 かなりの数ございまして、はいでまあ、元をちょっとだけたどるとですね、はい、あのそれこそあの福島の,あの痛ましいその原子力発電事故の、ね、事故があったりとかで、はい、その原子力は、ねえー、使えないと。 はい、で火力発電に切り替えましょうとか、はい、でそうするとあの原油を買うことになってとか、はい、で電気代が上がってで一時あの企業さんに対して15%節電をしてくださいというふうな国からのお達しがあったりとか、はい、その一時そのね震災以降節電の意識が非常に高まった時期とかがあると思うんですけども、はい、その時期を境にというぐらいな感じで遮熱塗料って割とあと皆さんのところに周知されてきたのかなと。はい というのもその少しでも電気代を下げるために、はい、まあ企業さんなんかも非常にそのご苦労されてで LED に切り替えたりとか節、はい、電につながるものはこう散々 <laughs> やってきたとは思うんですけども、はい、まあその選択肢の一つに、まあ、この遮熱塗料が え選ばれてで割とその塗装というところでは塗るだけで効果があるというところで割と広くえ採用が広まってきたのかなというふうに思ってます。はい、うん、はい。ます、はい。ありがとうございます、あのー。アドグリーンコートの中に入っている、あのー、ナ,ノナノセラミック。ナノセラミック。はい、えー。そのセラミックについてちょっとお話ししてもらってもよろしいでしょうか。はい あのセラミックを入れた遮熱塗料というのも世の中割とあるんですけどもどのセラミックを入れた遮熱塗料もあの粒子があの割と大きい <laughs> まあおそらく平均して100ミクロンとか150ミクロンぐらいの空気の層を持った。 バルーンタイプのセラミックなんかを使われている方が多くてですね、はい、えまあそれを使うことによって断熱構造を持った遮熱塗料なんですよというのは多分、お聞きの皆さんなんかも一度は、度一度は、一度は聞いたことがあるのかなと思うんですが、はい、え何らそれと構造的にはこのアドグリーンコートも変わらなくてですね、はい、この水系のアクリルシリコン樹脂というものに特殊なセラミックを入れたというところでは構造としては一緒なんですが、はい。 その使っているセラミックの粒子が、えー、極めて細かいと、はい、で実にその0.2から0.6ミクロンというサイズの新旧、はいえー、無効質あの穴の開いていないぎゅっと詰まったタイプのセラミックを入れているというところが非常に大きなポイントです。 はい、はい、でこの,その機能性というのがですね、えー、その先ほど言いましたそのバルーンタイプのものと大きさで比較すると0.2、はい、に対して、はいえー、一般で使われているバルーンタイプのものは100ミクロンとか150ミクロンなので、うんはい、単純にその500分の1とか1000分の1というような本当に細かいサイズのもので。 まあね、あの大陸の方から風に乗って流れてくる PM2.5 って、はい、割とお耳に馴染んでるかなと思うんですけどうん、うん、あの2.5って2.5ミクロンというサイズの大きさのうん、うん、要は、ね、粉末が流れてくる、うん、って考えた時にはい、はい、まさにその煙の10分の1が0.2ミクロンなので、うん、ってことですよねものすごい細かいセラミックが、えー、この塗料の中に含まれてると。 その、えー、と100分の1とかその小さい、えー、セラミックが入っていることでその、えー、表面の艶が出るっていうこともあるんですよね。というよりかはですねあの美感性というところに直結するのかなと。はい、どうしてもその,塗膜の あの厚みっていうのがですね、はい、え一般的にまあ100ミクロンとか、はい、あの150ミクロンという厚みでしかないんですね、はい、でそこに100ミクロンとか150ミクロンって同じぐらいのサイズのセラミックが入った場合、はい、当然その仕上がりの表面のところにセラミックのざらつきができてしまうと思うんですね。うんうん、でそれれが結果として汚れやすい 塗膜になってしまったり、うん、するんですがはい、はい、対して0.2ミクロンのセラミックを入れているということは、うん、表面の仕上がりにセラミックのつぶつぶが決して出るサイズではないことから非常に汚れがつきにくいという美観性の高い仕上がりになるというところも一つポイントですねありがとうございますえっ、ー、とそのナノセラミック、えー、ファインセラミックとも言われますけどあのー、アドマファイン そのアドマファインがその、えー、アドグリーンコートの中に入っているおかげでその、えー、と今までは遮、えー、熱できなくて、えー、塗料の中に入ってきた、えー、ものを断熱という形でとどめてたのを、えー、そのセラミックの効果で放熱、はい、排熱ができるという。 仕組みになってるって伺ってるる伺んですけどそ,す、ねはい、そこが非常にこのアドグリーンコートの優位性の一つでもございまして空気層を持ったそのセラミックというのは熱をため込む部分では、えー、能力を発揮するとは思うんですけども苫まくり熱をためてしまうことが本当にいいのかなっていうところにもつながってきましてため、うんはい、ない方がいいんじゃないの っていうことでででできたたののが、まあ、この製品でもあったりすするんですね <laughs> でじゃあためないためにどうしたらいいのかというところで、えー、見つけたのがこのトヨタ自動車さんが開発された、えー、特殊セラミックなんですけども、はいでまあ、先ほど、ねえー、とーファインセラミックという名前出ましたけど、はい、あのファインセラミックって非常に熱伝導率が高いという 物質でございまして、はい、でそれでいて0.2ミクロンという非常に粒子の小さいことから、はいえー、かっこいい言い方しますと、はい、熱許容量が小さくて、はい、電動性の高い、えーはい、球状のセラミックが出来上がると。はい、ということは物質ってその熱を、えー、蓄えた時に、はい、いっぱいになるとあと逃がすしかなくなっちゃうんですよ。蓄え続けることはでできないので、はい それをそのバルーンタイプのものというのは蓄えてしまっている。はい、なので塗膜が厚くなったりとかっていうことにもつながるんですが、はい、蓄えられないセラミックをアドグリーンコートは使っているので、はい、しかも電動性の高いセラミックなので、はい、その外に熱を逃がすという機能性が生まれるわけですね。ですね実際にこののセラミックの技術は、はい あの割と皆さんの身近なところでもあの使われてましてで携帯電話とか長く話をしているとあれってその電気がその四方八方からその回路に流れることによってですねあの熱を発生させるんですけどもその昔、その熱でその IC チップとかいう部品がよく故障していたそうなんです。 その熱を何とかしなきゃいけないよねというところで実はパドグリンンごとに使われているものと同様のセラミックが熱対策に使われてましてその半導体とか IC チップとかっていう部品の熱を逃がすという機能性でもってわりと皆さんの,あのお使いの携帯とかパソコンとかに使われてます。そうなんですねインテル入って てるの熱対策にも入っているという<ー>はいセラミックという,ふうに聞いてますんで<ー>その熱を逃がすという機能性を建築建材系の塗料に応用してできたものがこのアドグリーンコートという遮熱塗料になりますはい、はい、ありがとうございますちょうどまあ僕三十八歳になるんですけどちょうど携帯電話が出たのがまあ高校生ぐらいの時でものすごい熱くなって壊れるっていうのがあった。うん 思うんですけどその14年前に遮、えっと、熱塗料が出たとあの、うん、言ってましたけどそのちょうどそのぐらいの,あの15年ぐらい前からだんだんその携帯電話とかの熱が気にならなくなってきたような、うん、あの思い返す、うん、そういうそい気がしますねそこもありますし、うん、そのダウンサイジングに影響してるのかなと。うん あのサイズを小さくもともとはねあははあの僕らが幼かった頃なんか本当にあの平野ノラが「<laughs> しもしも」って言ってるあのサイズ <laughs> あれが今本当に薄い一枚じゃないですか。うそうですね 要はパソンとかもそうですよね。すよねあれも熱がこもってしまうから空間が必要であったりとか、ははそういう理由もっ、はい、あったのが熱を逃がす機能性がねはい、はい、あの高くなってきたことでそういったのダウンサイジングに成功しているのかなというふうにも思いますね。あ、ありがとうございます。であのちょっと話戻るんですけど、あの他の遮熱塗料とえっ、ー、と違う点として その断熱効果があると今まで言われてきたまあえっと某え断熱塗料某遮熱塗料の場合遮熱できなかった分がえっと塗料の塗膜の中に蓄熱されて結局はあの夜間だったりその日が照ってない時間帯もえ上にも下にもあの熱い熱を まあ言ったら放,放熱してるからお家がずっと暑いみたいな状況が起きる、はい、ってことで間違いないですかねはいはい、はい。そうですね。うん、結局はそこの抑制にはつながらないということかなとは思います。うんうん、あのまあ僕があの他のメーカーさんをフォローするわけでもなんでもないんですけど、うんうん、あのどの遮熱をメーカーさんも 基本的にはお客様のためにいいものを開発しようということで、うんね、日夜努力をされてあの行き着いたところが他のメーカーさんの遮熱だとは思うんですけども、はい、ただやっぱりその断熱という発想に対してはですね家に住まわれている方なんかその壁なんか結構厚みがあって戸、はいまあ、建てなんかの場合ですと結構グラスウールという断熱材。うんうん でかね、はい、でそれだけのことをやって断熱できるかできないかという次元の状況の中で、はい、塗膜の1ミリにも満たないところでは、はい、確かに断熱構造ではあるんですけども、はい、断熱機能として、ね、強弱をつけるとすれば決して強にはなりえないのかなというふうには思っています。はい うんあのー、ちょっと難しい質問になると思うんですけど、えっと、遮熱塗料、えー、アドグリーンコートを、えー、塗るじゃないですか。はい、でその数ミリの厚みがあってその下にはコンクリートがあったりするじゃないですか。はい、でそのコンクリート自体が、はい 屋根にた例えば塗装したり、はい、まあ外壁に塗装したりもするんですけどあの結局塗ってないところから熱があのコンクリートに熱,熱がたまることもあるじゃないですかはいはい、はい、電動熱という例えば、えー、玄関の周りのコンクリートの部分がずっと日中は照らされてるから、うん、建物も。 じわじわ熱くなってきたりとかすると思うんですけど塗膜がある上から遮熱して、はいえー、放熱しますっていう効果もあると思うんですけど a d o g r e e ー c o a の場合、えー、と資料を見させていただくと、はい、10年間で90%の効果が残っていたっていう、はい、えと検査結果が出てるじゃないですか。とと、はい、いうことは、はい まあずっと僕アドグリーンコートの反則をやらせてもらってるんですけど指令ホームの方であの下からの熱も放出してるのかなっていうちょっと難しい質問だと思うんですけど10年間で90%効果が残ってるっていうことは熱をいつも回避してるんじゃないのかなっていうふうにちょっと頭の中でずっと想像してて厚みが。 あのま薄いけどデモキットってもう手で触れないぐらい指の皮があの溶けるぐらい熱いライトで、えっと、アドグリーンコートを塗ってるものと違うものを塗ってるものを照らすとアドグリーンコートは触れるけどもう一つの方はもう熱くてもう触れない状態にすぐなるんですね。であのあの放熱効果っていうのは ものすごい効果だなと思って、もしかしたらしか下からのも上に放熱してくれているのかなって<笑><笑>ちょっと難しい質問で申し訳ないんですけど <laughs>、多分そこは、うん、あのー、ないのかなというふうには思います、ねうん。あ、そうなんですね。うん、というのもあくまでもその太陽光の、はい、あの波長を効果的に反射させるというところにあのー、ポイントがあるので、太陽光が当たって、うん でないところではあまり効果が発揮できないと。あ、そうなんですね。はい、ただ、うん、その建物自体がやっぱり暑くて、うん、で、まあ割と薄い屋根壁であれば、はい、えー、熱ってその熱い方から低い方に、うん、まして解放されてる方に自然と流れていくので、うん、それを加速させている可能性は。 ゼロでははないいと思いますけどその辺は、ね、地面に当たったやつがやはり塗ってるから放熱っていうことはまずないですしだけ、うんまあ、どその10年間で90%の効果を保持しているというところも、はい、最終的にはその特殊セラミックであの解決できちゃう話なんですけど、はい、結局その熱を塗膜に えー、蓄熱させないというか熱を外に吐き出す機能性のあるセラミックですので、はいえー、塗膜に対する熱劣化も抑制しててくれいるんですね結局のところその塗,膜塗った塗膜、まあ、建材屋根材とか壁材もすべてがそうなんですけど、うん、強い日差しの中に含まれるその紫外線と言われる。 えー、波長とですね、はい、あとは近赤外線といわれる波長、はい、まあここが大きく、えー、原因になってはいるんですけども、はいえー、特にその熱を、えー、発生させるの近赤外線という波長 <laughs>、はい、これって、あのー、物質ってこうなんていうんですかねこう熱を持つと膨張するんですね、はい、で冷めると収縮するこれを繰り返してるんですね。はい なので暑くなるということは、えー、日中は膨張していて、えー、涼しくなると収縮するこれを繰り返していることで、はい、樹脂自体が破壊されて、はい、あの触ると粉がついたりとかそういうことになるんですけどす、はい、このセラミック特殊セラミックが入って熱を逃がすことによって樹脂自体がそういったその熱ストレスを えの影響を受けることがなくなるので、うんうん、そのトマのね大部分って樹脂なので、その樹脂を熱から守ってくれる、はい、そういうセラミックが入ってるからこそ、十、うん、年経っても効果が維持できている、トマクが長持ちするという、はい、ことにまあつながるんじゃないのかなと思います、はいうんうん。ありがとうございます。えっ、ー、とその金赤外線があのまあ僕の情報だとその 屋根を一番いじめているっていうふうに認識してるんですけどあの、えー、アドマファインですねナノセラミックの,その粒子の細かさがあのまたその近赤外線を遮、えー、熱するのにまた大きな効果を発揮しているっていうことですね,あのですねセラミックがの形が、はい、あ大きさが小さいということで。はい さすがよく学んでらっしゃいあの物理の世界では <laughs> ミイ産卵と言われるなんか、えー、物理現象があるそうで、はい、まあこれあの僕も物理が得意なわけでも何でもないんで、はい、あの簡単な解説しかできないですけども太陽光に含まれる波長って 本当にあの紫外線とか可視光線とか近赤外線もあれば遠赤外線もあったりとかすると思うんですけども、はい、数値に直すとですねえまあ可視光のところが380とか400ナノメーターという波長から近赤外線の終わりが2500千五百 ナノメータータみたいな波長があるんですけども、はい、そういった波長をですね、えー、最も効果的に反射させるサイズというのがあるそうでそれがまあ0倍の、えー、大きさのものかもしくはそれの2分の1の大きさまでのものが最も効果的にその波長を反射させるというなんか現象がミインランというなんか現象らしいんですけども。うんはい でアドマーファインそのアドグリーンコートに含まれるセラミックは0.2から0.6ミクロン、はい、まあ実際はもう少し大きいものも入ってたりもしますので、はい、まあ仮に1.2ミクロンとした場合にですね、はい、えそれを要は倍にすると、はいえー、ナノメーターに直すことによって200ナノから、はい、え2500ナノの はい、波長を最も効果的に反射させるサイズということになるのでそのサイズをあえてコントロールしてアドグリーンコートの中に入れてるという。そういういことなんですねありがとうございますっていうその、えー、とア,ドアドマファインのおかげでその遮熱効果が、えー、発揮今までとはちょっと違う遮、えー、熱効果が発揮できるという、はい、ことですよね。はい、はい ありがとうございますなんかあの本当にちょっとお家が暑いとかあのお店の光熱費を下げたいとかあの、まあ、会社でもそうだと思うんですけど工場とかあの遮熱とかその節電のことをお考えの方は是非あのデモキットを見て触ってみたらう、ね、あもうすぐに わかりますので、あのぜひあのスレホームの方に問い合わせしていただければなと思います。えー、ではこの辺で一旦、えー、CM に入らせていただきたいと思います。お母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療を。 アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します生活総楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティーマこれからも地域と共に歩みます 沖縄にハーレーーレカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェハーレー見るならハーレーカフェ毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレー今すぐハーレーカフェゴー 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索軽自動車の時代長浜モータースズキの新型ソリオーカ長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社新香へ生活創楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために 私たちは天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サウンティーマこれからも地域と共に歩みますお母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために 総残ゼロを目指します。はい、えー、河原職人のヒーローにインタビューをお送りしております。えー、この番組は屋根のことならシュレーフームの株式会社シュレーフームがお送りしております。えー、お,客お客様のお客様の目線、お客様のためになることを、えー、現場目線で発信していきますので、えー、最後までお付き合いください。えー 一番最初に言うべきそうなんです申し訳ないです<え>忘れってやつです <laughs> 申し訳ないです、はいえー、本日は NCK 販売の加藤剛さんに、えー、来ていただいておりますでは、えーはい、アドグリーンコートの、えー、話の続きなんですけども、はいえー、この画期的な遮、えー、熱塗料アドグリーンコートができたストーリーがあったら少しお話ししていただきたいんですけども はいまあ、あの前半のところでえとまあセラミックがすごいんですよという話は多分えさせていただいたとは思うんですけどももともと某大手え自動車メーカーさんがですね、はい、あの自動車の部品をえ作るのに、はいはい、セラミックのえ研究機関を持ってましてあ。はい セラミックエンジンとか、はい、排ガス除去装置といった部品を作るのに、まあ、セラミックを使うそうで、はいはい、まその研究機関がその場内にあったそうなんですが、はい、ある時にそこでなんか爆発事故が起きてしまったらしく、はい、その研究材料がそれに巻き込まれたという状況があったそうで,、はいはい、で当時いたその研究員の方が。 ちょっと他ととと他は違ううう煙だといいことに気がついたそうで、はい、まあ電子顕微鏡にかけたところ、はい、その原料であるセラミックが煙状になって噴霧しているというこの煙サイズのセラミックを何かに使えないかなといったところでできたのがこの、えー、特殊セラミックということになります,す、ね、ありがとうございます。 えーとそのセラミックが、えー、大手、えー、自動車メーカーから、えー、発見されて、えー、とどのぐらいの期間でこの塗料に行き着くまでって時間かかったんですかね。あ ねのあのーね、IC チップとか、はい、そういったあの熱対策に、はいえー、使われて、まあ、どれぐらい経ってるのかちょっとわからないんですが、はいえー、たまたまあのー、この塗料のアドグリーンコートの塗料の、えー、メーカーの社長さんがですね、はいえー、そういった熱を逃がすという発想に着目をして原材料を探していた時に、はい、まあ出会ったというような状況で。はいはい でまあ、たまたまそれがこのセラミックだったというそれを持っていたのが、えーまあ、大手の自動車メーカーさんの、はいえー、セラミックの、えー、会社さんというそういういことなんですねなんで、まあ、セラミックが、まあ、すごいと言ってしまえばそうなんですけども、はいまあ、それをですねあの塗料に応用して、ね、展開をしようといった、えー、ところもやっぱり、あのー、一つの何か、えー、運命というかきっかけだったのかなというふうに思ってます。 加藤さん、アドグリーンコートあの僕も、えー、研修に行かせてもらった時に、はい、東京に研修に行かせてもらったんですけど、はい、えと結構、代表格な感じだったんですけどもあの <laughs> だと思うんですけど加藤さん自体、そのアドグリーンコートと出会ったというかそのどういう経緯でこの、えー、NCK 販売であの。 働こうっていうういになったんでちょっと冒頭でも言いましたけど、まあ、僕はアドグリーンコートだからというよりかは、うん、アドグリーンコートにそのー将来の可能性を感じた、あのー、現在の NCK 販売の社長がですね僕の人生の中で最も尊敬のできる、はいあのー、人間だったので、はい、それについていきたくて僕は今この会社にいるという、うん、<あ>そうなん、はい、ですね。 あアドグリーンコートに着目して NCK 販売に続行になったのではなくて、はい、社長が素晴らしい人間だったからそう,、ね、あのそういうふうになったんですが、ねはい、ちょっとあの社長からあのコンビニに挟んだんですけどで、はい、<laughs> なんかあのなんかか,かなりちゃんとした会社で働いていたのにと。あの 事件<ま>販売のほうにっていう話がちょっと面白い話だったので、はい、ちょっと聞かせてもらえたなともともとあの僕としてはですねまあ将来あの一番最初はあの旅行会社に勤めてあちこち日本行けたらいいなとか、はい、まあそういった気持ちであの旅行の専門学校を出てあとですね、はい、あの添乗員と。 仕事なんかをさせていただいて、はい、でその後に、えーまあとに静岡の伊豆の熱、はい、川という地域のところでですね、はいえー、リゾートホテルのホテルマンなんかを。 はいえー、やらせていただいて、はいまあ、その時、まあ、ホテルのフロントもそうですし、えーまあ、地方の、えー、ホテルマンって結構過酷でしてで朝食の、ね、準備でレストランの仕事もすれば、はい、でチェックアウトの時間になったらまたフロントでお客さんの見送りをしたり、はい、でまた今度、えー チェックインの時間になればフロントに立ち、はい、ディナーの時間になればレストランに行き <laughs> で片付けが終わったら今度はあのバーに上がって、はい、でスカイラウンジとかで僕バーテンをやったりとか、はい、まあ今で言えばもう真っ黒な漆黒のブラックなんですけど労働基準法とかもう全く無視な感じですね。 まあね、当時はまあそういったちょっと過酷なのもまあ楽しくはやっていたんですけども、はい、まあそこでちょっとお酒にね、あのー、ちょっと興味を持ちまして、はい、でこれちょっとお酒を専門的に扱う仕事をしたいなということで、はい、え静岡からあのまあ東京とか関東の方に戻りまして、はい、そこでまあ酒屋さんをえやってたんですけども。はいはい まあそこでまあお酒を学んでいく上でねそのいろんな資格も取りましたし、はい、でただソムリエですよね確かにそうなんです。よ。<laughs> ソムリエなんですよ。こう見えて <laughs> はいソムリエの資格もありますし焼酎 <laughs> のアドバイザーの資格もあったりとかはあるんですけどまあ今は何の役にも立ってないんですよね。 まあ、そういった中で、ええ、まあ、僕もあの、まあ、店長やったり、マネージャーやったり。はい。で、ただ、その当時の、あの酒屋さんっていうのは、はい、免許緩和の前だったんで、割と守られてたんですね。ああ。こう、何キロ以内に同じ酒屋、お酒を売る会社があってはいけないとか、ああ、そういうのがあって、で、結構。 こうその業績も良かったんですが、はい、えまあ古い体質の残る業態でもあったもんで、はい、えまあこんな感じかなということで仕事をまあ漫然とただね時間の流れるがごとくしてたんですが、はい、そこにこう他から引き抜かれてきた社長が僕の中でちょっと衝撃が走るぐらいに素晴らしい社長で、はい。<laughs> 今までなんかどんぶり勘定でやってたような、あのー、店舗の経営とかをこう一新してですね本当にこう論理立てて説明もしてくれるし、はい、こう自分の中ですごく納得のいく経営をしてくれる社長が現れまして、はいでまあ、その社長に惹かれて、まあ、よくその店長会議とかで会うたびにはあの一緒に飲みに行ったりとかもしてたんですけども。はい やっぱりできる社長なので、はい、他の会社にまた引き抜かれていっちゃったんですよ。あでそれ以降やっぱりちょっとね仕事をしててもあまり面白みを感じないことがあって、うんはい、であればちょっとねステップアップのために。うん その複合でね食品とホームセンターと併設したようなとか、はい、えそういったところにちょっとステップアップで行こうかなということで、はい、上場企業の会社さんにあのめでたく就職も決まりまして、はい、えまあそこそこのお給料なんかもいただきながらやっていたんですが、はい、まずっと心のどこかであの社長ともう一回仕事がしたいなというのはずっと思っていて、はい。ただ とあるタイミングで一緒にその飲む機会があって、はい、でその時に言われたのが「えー、ちょっと俺世界を狙える製品に出会えたから、ね、当然その社長も別な仕事をやってたんですけど、うんはい、今の仕事も辞めて、はい、このアドグリーンコートという製品を売っていこうと思うんだ」うんはい、って言われた時に「お前も来るか?」って、はい、ま当然。 僕としては悩む間もなく行きまあただねその気持ちはあのそこで確認は取れたんですけど、はい、まあ僕はの住宅ローンも車のローンも嫁も子供もいる状況で上場企業に勤めていて、はい、何不自由ない生活からですね、はい、本当にそのアドグリーンコートじゃあ売ろうって言ったタイミングは本当にあに社長と、えー、あと2人ぐらい。 はい、トータル3人ぐらいで、はい、本当にあの無一文から始めるような <laughs> そんなところだったんで <laughs> かえってその社長も<ー>気持ちは分かる一緒にやりたい気持ちも分かるんだけどもそういう状況だからもう少し待てと、はい、そういうふうに言われて、はい、一回僕その上場企業に辞表を出したんですけど。はい まんまとごめんなさいって引っ込める羽目になってそのあその仕打ちは結構大変だったんですけど <laughs> その間、そのアドグリンコートを、ね、あの頑張って売っていって、まあ、僕を迎えていただけるような状況ができたもんですから <laughs>、はい、もういいぞということで合流をさせていただいたという。はい、ああそういういことなんですね、はい、あじゃあその駆け出しの時にはあの、えっと、社長には拒否されたということですねそうですね。<laughs> と一緒にやるとは言ったけども今とは言ってないだろうみたいな、はい、<laughs> ああたが出した辞表を引っ込められないのかよみたいなところででもあれですねその社長の,あの加藤さんを思う気持ちとかもなんかやっぱりすごいできた人というか,か、ねはい、う素晴らしい社長なんだろうなっていうのが僕実はあのえ研修の時に言あの一言挨拶して したのしか聞いてないのではい、はい、まだお話はしたことないのですごく伝わってきますね、えー、はいありがとうございます <laughs> ではえっ、ー、と時間がもうあとあまだちょっとありますねえー、何、はい、えー、どど行きましょうかはいではえっとメニューといきましょうかどっちにしましょうかどんなメニューがあるんですかえっとガラス用のええー、塗料の遮熱塗料の紹介もしくは マレーシアの単身赴任の話。ああなるほどそしたらじゃあさらっと両方やっときましょう。アドグリーンコートをこう販売するで、はでやっぱりそのぱ他とは違った製品なので割と施工店さんとしてはですねうちの武器にしたいとか差別化の製品にしたいもしくは本当にいいものだから大切なお客様に そのアドグリーンコートを提案したいんだという気持ちでですねあの講習会に参加いただいてまあ有料の講習会なんですけども <はい S 2> まあそういった施工店さんが今では800社ぐらい全国に散らばってるんですがう,<ー>えまあうちもアドグリーンコートだけでやっていくのもえまあいいんですけどもできればそれだけの思いを。 えー、なんとか還元できないかなということで、はいえー、実はこの製品あの世界、えー、30か国以上で、はいえー、発売もされてまして、はい、全世界にもあの代理店さんがいらっしゃって。はい 日本で何かこう、はい、これ売れるんじゃないのとか、はい、日本で使ったら喜ばれるんじゃないのみたいな、はいえー、ところのお話も結構いただくものですから、はい、そういったものでそのさらにその世界のこう変わったものなんかを、はい、こうその施工店さんたちのためにご紹介できればなという思いで、はい、いろんな製品をちょっと発売を今目指している最中なんですけども、はい、その中の一つにそのガラスの塗料を、はい えがございまして、はい、屋根壁熱くなるのは収まって満足してるんだけど、はい、窓からの熱がどうにもならないんだよねという,う結構お悩みいただくもんでそういった方のために、あのー、提案をできるという、えー、塗料を、えー、この4月中の,あの発売を目指して今動いている最中なので。はい もう少し待っていただいて、まあはい、ご興味のある方はぜひシュレーホームさんの方にお問い合わせをいただければ、はい、シュレーホームさんの方にあのサンプルなんかも、えー、置いていきますので、はいえー、どしどし、えー、ご連絡いただければと思いますはい、はいえー、株式会社シュレーホームのホームページか、えー、0988765633の方に、えー、お問い合わせいただければと思います先ほどちょっと見せていただいたんですけどサンプルを、あのー、ちょっと青みがかるぐらいで そうですね、おそらくああいうような、えー、と販売される状態になってもおそらくああいう形になるんですかねそこはあの実際見ていただいて、うん、あのお客様にご判断いただくのがいいのかなと思うんですけども、はい、紫外線は99%カットするので、はい、まあ新聞なんかもね日焼けはしないですし、うん、あの紫外線が気になる、ね、あの女性の方なんかもま安心して、はい えー、窓の前で本なんかも読めるでしょうし、はい、ただそう、透過率いや可視光の透過率に関しては、まあ、80%程度、はいえー、ここも非常に難しいところなんですけども、はい、いや透明性が上がれば機能性は下がってしまうんですね。そそうででですよねなのでそのギリギリのところで うん、決着したのが今の、まあ、若干青みがかった、はいえー、ところで、まあ、80%の視光、えー、の透過率みたいなところなのでそういうことです、ね、はいで<も>であと水系なのでの、うん、そこは非常にご安心いただけるかな、うん、とね今まであった、えー、窓ガラス用の、えー、塗料というのはその内側から塗って乾くまでの匂いが耐えられないとか。あの すごくく気持ち悪くなったりとか,、うん、なんかそういったのが問題だったっていう話も聞いてるんですけどもそういったものも水性だからすすごく弱いといとううかそうですね人体にその影響を与えるものだったりもするので、はい、溶剤の強いものを使うとですねその空間がもう何十竜兵という空間がないと施工してはならないみたいなのがあるんですけども、はい、この 新発売を予定しているデラクールウィンドウという製品なんですがデラクールウィンドウはこれは八粒米の空間があれば安全に施工ができると八なので畳1畳ぐらいの空間が裏側にあれば十分現体に影響を与えることはないというすごいですねわかりました。ではょ ちょっとだけあのマレーシアの話も少しだけ残り10分なのでこのガラスの製品なんかも特にまあ東南アジアなんかでは割とこう。 お困りごとの一つとして窓の対策ないのということでよく聞かれるんですけども、はい、当然このアドグリーンコートという製品はあの太陽光を効果的に反射させて、はいまあ、止まくり熱をためないという機能性から、はいまあ、塗ったところが熱くならない、はいまあ、その結果、まあ、屋根裏の温度が劇的に下がり、はい、室内の温度も、えー、下がることから中で使っているそのエアコンの、えー、稼働率を下げて節電につながるみたいな。 はい、そういう理屈なんですが日本ってどうしても四季があるので、はいえー、夏場は非常に、あのー、引き合いいが多いんです、うんえー、ただ冬場となると、はいえー、やっぱりその暑さに対する記憶って薄れてたりもしますので、はいえー、そういったところで正直、あのー、引き合いはあの弱くなります。はい、そんな時に 年中暑いところに売りに行けたらいいなという愛な発想から主に東南アジアそういったところに営業を駆け出しましてで今では本当にタイでもベトナムでもフィリピンでもシンガポールでもマレーシアでもインドネシアなんかでもえ結構なえ数が出荷されていますメイドインジャパンの塗料がえコンテナ単位でえ海外に えー、運ばれてると<ー>で塗られているといういで、ね、でそれの、えー、販売を、まあ、サポートするべくですね、はいえー、僕もあの単身赴任でマレーシアの方に、えー、単身赴任で、えーまあ、半年間はもうずっと向こうに住みっぱなしで、はい、あとはまあ出張ベースで行ったり来たりというので、まあ、1年半ぐらいやってまして、はい、非常にその引き合いとしては大きいものがありました。 で、まあ、ちょっと仕事の話になっちゃうと思いますけど、はい、日本の工場にじゃあ営業しましょうといった時に、はい、テスト施工っていう話よくあるんですねセット施工テスト施工。試しにどっか塗ってくれよっていうその場合例えば守衛所の屋根だったり、はいえー、物置だったり、はい、で実際それで効果があるからでじゃあ2,000平米の本体工事やりましょうという、はい 流れだったりとかは結構あるんですが、はいえー、海外の場合ですね、はい、工場の規模が違うので、はい、テスト施工から5000平米とりあえず塗って効果が良ければ10万平米塗るよという規模なんですね。<laughs> ああそうなんでここれはちょっととと面白いいろ でまあ、そういったところを得意とする、はい、の販売代理店といいますかあの商社の、えー、方々が、えー、各国に何社かいらっしゃるので、はい、まあその方の、えー、営業のやり方ですとか、はい、フォローといったところとあとはその、まあ、僕マレーシアに行ったんですけど、はいえー、マレーシア人がその塗装をするというのも割と少なくてですね、はいえー、マレーシアの方が現場管理を、えー してている場合であっても、はい、例えばあのインドネシアとかミャンマーとか、はいえー、地方の方から出稼ぎに来てる、はい、そのワーカーさんというのを、はいまあ、使って安く施工するというケースなんかもあったりしましてもともと商社の方も、ね、あの塗装のプロで行ってるわけではないのでんなんでそのでローカルの、えー、ペインターの方々に、えー、アドグリーンコートの、えー、施工の指導ですとか、はい えー、管理の仕方、はいえー、みたいなところも合わせてあの指導に行ってました。あ、そうなんです、ね。はい。まあ非常にあのー、本当に年中暑いんで、はい、そこはあのー、非常に効果も出てますし、はい、で割と、えー、あのー、知られてないのが、えー、物価は日本よりもあの三分のいとか安いんですけども、はい、電気代って。 あの額で言ったら、日本と大して変わらなないんです、ね、あそうなんでですすねねそう給料も当然、現地の方は、えー、安かったりもしますので、割合的に言うと、電気代の割合って非常に高い。高いってことで、すね、はいはい、で暑いのでエアコンはガンガン使う。はい、なので、エアコンをこうの節電ができるんであれば、はい、非常に効果的になると。はい、で、まあ、タイでもベトナムでもマレーシアでもそうなんですけども。 節電目的でアドグリーンコートを塗られる企業さんが非常に多くて。大概の場合、一年足らずで施工費まる電気代の削減で元が取れてしまうという。ああ、そうなんですね。これ塗らない方がどうかしてるでしょうというような状況なので。はい。は非常に可能性を持って、あの営業をさせていただいていますね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと時間が少なくなってきてるんですけども、はい、えっと。 えざっくり言うとですねあの工場とかえまあ少し大きな建物に全面えアドグリーンコートを塗った場合えと節電どのぐらい節電できるよってざっくり一言で言うとあのすんごい難しい質問だと思うんですけどあの今までの事例で何0%節電できたっていう結果が出たとかそういうところを少しだけ。 はい、あの一言で言うのは本当に難しいというのも、うん、電気を使うその電気機器っていろいろあるじゃないですか。なんでそれの割合がとっても重要でしてーはーはー特に夏場、はい、エアコンを使う割合が多ければ多いほど 車、えー、熱塗装をする効果は高まります。ということですよね。九州の、えーまあ、オートバックスさんっていうところでの事例なんですけども、はいえー、そちらにおいては、まあ、16台、はい、その夏場あのエアコンを回していたそうなんですが、はいえー、塗装後は半分の8台でも良くなったそうでそのぐらい、はいね、温度下がりますよね。うん、でこれはあのエアコンの電気使用量で言えば 半分になったので50、50%カットができたという。はい。ただ他にもいろいろ使いますので、はい。それは本当にあのエアコンを使っている建物であればあるほど電気代の削減には貢献できますと。ありがとうございます。えー、アドグリンコート、えー、の販売をされている NCK 販売の、えー、加藤剛さんに、えー、本日は来ていただいているんですけども、えー。 ね、こ光熱費、え、電気代、エアコン代ですね、主に。えっ、ー、と、電、ものすごく、え、電気、車列塗料の、え、紹介をしていただいてますけれども、えっ、ー、と、ものすごい、あの、目があるという、その中で言いまっと、あの、日本,日本,のに日本のに電力のえ気代がもう少し下がって、え、電発いらないとか、そういう話もなるような、 1、ね、1, 2万、えー、飲食店の売り上げ上げるのはすごく大変ですけども屋根と壁に、えー、塗料を塗ることで、えー、沖縄ですと、ね、すごい、あのー、電気代を削減できると、えー、もう明らかに、えー、と効果は出ますので、あのー、ぜひ、司令本部の方に問い合わせしていただきたいなと思います。えー、とー最後にですけども、えー 加藤さんにとって、アドグリーンコードとはと何でしょう難しい質問ですね、はい、うん、なんでしょうね、一言で言って、本当に難しいんですけど、もともとはねその人のつながりで出会った製品ですけども、はい、今ではね、ねあのこの製品に本当に可能性も感じてますし。はい でまあ、僕も、あのー、海外に単身赴任させていただいて世界もちょっと垣間見た時期なんかもありますし、はい、で本当に、あのー、地球自体がやっぱり暑くなってたりしますのでそういう方々の、まあ、本当にためになる製品だなといったところは本当に思っているところなんですね。はい、でこの製品を僕にととってて何かと言われてしまえば 本当にあのなかなか難しいんですけども、はい、あの体操の内村さんの着地じゃないですけど、はい、栄光への架け橋なのかなというそれが未来の子供たちのためにつながる、うん、その栄光への架け橋になってくれたらいいなというそんな思いでおりますはい、はいありがとうございますでは、えー、河原職人のヒーローにインタビュー株式会社シュレーホームがお送りしました。 えー、最後までお付き合いありがとうございます。ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。